14日目なんですけども、今日はね青森市来る前のね弘前市ってところがあって、そこを結構観光地というか例えば広前城っていうのがあったり、あとなんかリンゴ狩りができる感じだったのでリンゴ食いたくなっちゃったんで、あの電車という力を借りて今から行ってきたいと思います。お待たせいたしました。まもなく終点弘前に到着いたします。3番線に到着いたします。降り口は右側です。ここね JR 弘前駅に着きました。で、あの弘前に来た主な目的として、あの弘前城を観光するっていうのと、あとあのなんかリンゴ狩りがねできるということを昨日調べて、あのできるんじゃないかということで来たんですけど、なんかしっかり調べたら 8月6日からだったんですよね、そのできるなリンゴ農園が。8月6日っすよ。今日何日だと思います？8月5日だったんですよね。もうリンゴ狩りは諦めます。なんかどっかのお店かわかんないけどリンゴ食べれる場所で食べてよしとするわ、うん、弘前城にこれから行きたいと思います。では弘前城に来ました。セミがよく鳴いてて、ああ夏休みだなと思わされる、また午前中になっておりますね。では杉の大橋という赤い橋ですねをこれから渡ってきますが、すげえ赤やな、すげえ赤やなって、なんちゅう感想ないって感じなんですか。どうやらねなんかお城が工事中みたいですね。なんかそんな気がしてるぞ。弘前城天守があります。もう間もなくですね本丸が見えるはずなんですけど、今目の前にあるねこの城、これが弘前城ですね。無料区域からの精一杯、多分ベストポジションは僕はここなんじゃないかと思います。にしても見えねえな、本当にねどこも絶妙に見えなくてね、まあまさにしっかりと見るなら有料区間に入らないとダメって感じですね。こちらがリンゴ公園のセンターっていうんですか、メインの施設になります。ポップな音楽に誘われてついつい足を運びたくなるような場所でございます。僕はここでねリンゴをかじってリンゴを飲んでカツカレーを食べる予定です。さあどんな時間になるのでしょうか。こうご期待くださいませ。ということで、リンゴ公園にいてこの黄色いねリンゴを買いました。こちらメルシーっていう名前のリンゴだそうで、なんか最近作られた、発見された、作られたかな、リンゴ
です。2016年っておっしゃってました。今夏場なんですけど3種類売ってて、まあその中で青リンゴとメルシーとあとね富士っていうリンゴ、うん、があったんだけど、富士ってのはなんか去年の冬のものらしいんですね、うん、で青リンゴはちょっと名前忘れたんですけど、まあよくある青リンゴ、うん、であと一つこの僕が買ったメルシーっていうのがあって、まあそのメルシーっていうのは珍しいからぜひとも食べてほしいってことで、はい、買ってみました。じゃあちょっと洗って食べてみたいと思います。またこのお兄さん曰くね、もう皮とかも丸ごと食べるのがいいらしいです。そこに栄養分があって美味しいということなんで、今後ろに、水洗い場があったんでそこで洗ったものを、じゃあ念願のリンゴ丸かじりをいたします。ではいただきます。うまめっちゃうめえわ。うわメルシーだわ、うめえめっちゃうめえ。へえすげえ。甘みもあるけどちょっと酸っぱいのかな、うん、でもすごい水分があって、まあ、喉も渇いてたってこともあるんですけど、めちゃうめえ。お兄さん食べたの美味しそうだからめっちゃ美味しいですよ本当に。富士リンゴでした。これたくさん3つぐらい入ってるでしょ。これはメルシーっていうやつなんですけど、バロリンなかったでしょそれ。あ、そうです。どこから来たんですか。僕山梨から来たんですけど。どこから来られたんですか。私札幌ですよ。あ、そうなんですね。旅行とかですか。うん、休暇を取って。あ、そうなんですね。大丈夫です。座っても大丈夫。あ、全然大丈夫ですよ。見つけたんですか。青森には昨日か、はい、今自転車で回ってて。ああ、そう。いつから出たの。出て行っても2週間前くらいに出て、まだ山梨から僕こう上に来ただけです。すごいな、だけど、して北海道渡ったの。あ、そうですね。あのねぶた祭りを見たくて来たんですけど、なんで7日まで見たら、その後は北海道に行こうかなって考えてます。四国とか、しまなみ海道って、はい、行ったことあります？いや、全然なくて。いや、私ね、行ったんですよ、しまなみ海道。あ、そうなの。この、これ、T シャツ。あ、まさにっていう感じで。だからね、札幌からね、今直行便がなくなったんだけど、はい、札幌から松山までの直行便が2年ぐらい前まであったんだわ。で、それで自転車に乗っけて行って、はい、で、その松山、今治か。からあのこの島並海道を渡ってあっちの広島の方に。はいはいはい。なかなかいい天気があったら。へえ。いいな。美味しいスカリンゴ。びっくりしました。こんなに美味しいと。また弘前駅前に戻ってきたんですけども、最後にですね、弘前の名物らしい弘前伊賀メンチっていうのをあのなんか食べるといいよという情報があったので、うん、それを今から買いに行って、食べたいと思います。伊賀メンチの方にやってもらえればありがとうございます。伊賀メンチというものですねをなんかスーパーで買いました。観光案内所で伊賀メンチどこで食えますかって聞いたら、まあ、このスーパー教えてもらったんで、はい、買った感じです。じゃあ値段150円です。では実食いたします。いただきます。
カかな。これイカとキャベツが入ってる。あ、美味しいね。なんかお好み焼き風の食べ物って言ったらいいのかな。うん、いや、お好み焼きに近いの多分。だからこのままでも美味しいですけど、多分ソースとかマヨネーズとかかけたら美味しいんじゃないかなって思うわ。Thank you.